ゆうやすです。お久しぶりです。パソコンですね、前から調子が悪かったんですけれども、ついに行ってしまいまして、この収録非常に久々になっております。ついでなんで、マイクも変えてみました。まあ、どうでもいい、良かったですよね、その辺はね。さあ、オーダー作戦、今回はですね、この前みたいにどんどん突っ走ってみようかなって思うんですけれども、そのためにはやはりちょっと武将の数が足りないので、そこでちょっと張さんに滅んでもらおうかなって思ってます。まあ、これだけ強くなれば今までの経験を生かせばできなくはないんじゃないかなって思ってますよ。あれ、まあ8月か、もういい時期ですよね。かしこまりました。承知いたしました。そうね、この辺は相当危ない。ちょっと内政やらせてくださいね。この辺ね、攻められたら相当に危ないですね。とはいえですね、もう人も少ないので、人も避けないわけですね。予想されてたことなんで、毛利さん、今のところはこっちでいいでしょうね。行きましょう。さあ、戦だ。楽しもうぜ。いいぞ。援軍をいただきましょうね。今回はですね、滅ぼしきりたいのでガンガン来てもらおうと思いますよ。こっちですね。で、ちょっと編集しましょう。城を潰す部隊として出てもらいましょうか。こっちは連携が敵を取れないのでちょっとほっときましょうね。進め。これで滅ぼしきれるかしらね。一応鈴木さんも出る可能性はありますけれども、まずはこれでいってみましょうか。張さんとやるまで少し時間がかかりますので、8倍速でお届けいたします。援軍部隊やさらにもう1部隊出すような形となっております。相手間に合うのかこれ。間に合わないね。逃げ道を残すな。何やってんの。行くぞ。近道しようか。ちょっと遠いもんね。そうだよな、近場から行こうか。進め。これは陣が取れてますから、おそらく見どころがないと思われますから、カット候補ですね。いや、予定通り見どころのない楽勝な感じですね。張さんは、見どころないかもしれないんで大幅にダイジェストになる可能性がありますね。片付けろ。え、
これ久々ですね、こういうの。30。まあ、あの柿崎さんの2人にはかなわないですけど、でも戦らしい戦はこれでおしまいだと思います。敵将を討ち取ったぞ。討ち取らなくていいぞ。かたじけない。もう強行でいきましょう。するんだ。さて次だ次だ。行くぞ。遅れを取るな。自軍が一人もいない場合は必ずあのオートになってしまうんですよね。あ、大友さん帰っちゃうな、これ。そうだよね。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。片付けない。となると事情が変わるよな。さすがにこれ負けちゃうな。強行しないで、もったいねえけどな。出陣するぞ。であればもう一部隊出しましょうか。やっぱりね、全部槍でいいでしょうね。出陣する。行くだけ行きましょうか。拮抗してるように見えますけど、だいぶ楽勝だと思いますね。敵兵の数も減りましたし、それじゃ、まあ、損害も次の戦に行こうか。結構あったな。あー、Cか。まあ普通強行じゃなくていいか。あ、じゃあやりませんよ。Cか。負けるだろう、これ。あ、舞台壊滅してしまったか。やめようか、強行は。え、マジで？すげえ。負けると思ったんだけどな。すごいね。あ、これはさすがに負けるか。あ、やっぱそうだよな。この戦、こっちはもらったぞ。すまねえな。舞台がいっぱいいるのかな。あ、そういうわけではないんだね。あ、こっちもだいぶ少ないですけど、進めましょう。よしよしよし、いいぞ、頑張れ頑張れ。ちょっと新町さんに来られるとめんどくさいですからね。あー、ちょっと、あー、危ないけどいいか。調査もゾンビのようですね。お任せください。そうだな。お任せくだされ。おとりでいいでしょうね。お任せくだされ。鉄砲持ち多いね、向こうも。真面目にやらないと多分やられるな。始めましょうか。意外と戦らしい戦が続いてしまいますね。覚悟しろ。
この感じでいきましょう。行くぞ。兵の質、武将の質はこちらが断然有利なので、割と勝ち合ってまともにやっても勝てるとは思います。あ、これ全軍突撃だな。覚悟しろ。さあ行け。好機は今ぞ。策のある者がいる。ヒトさん危ないね。矢を放て。もうほとんど人いない。勝って兜の王を締めよ。おごるでないぞ。もう全軍突撃の回数がすごい。え、柳生宗則さん渡り歩いてこんなところに。いいぞ。足りないな、こっちは。もうあれかな、こう開けちゃうかな。あー、開けるな。多分攻めに来ると思うんだよね。講和前までに、張さんを終わらせるというのは、失敗しましたね。さすがに守りきれねえんじゃねえかな。これ危ないな、ほんと危ないね。人がいないっていうのはね、舞台出しておきたいな。攻められると思うから。やべえ、これ絶対攻めてくるよな。ほほほ、誰もいねえ。まだこっちに人がいない方がまだマシだな。どうしようこれ。多分シャキーンってくると思うんだよな。取引を行いましょう。ありがとうございます。来るよね。さて次だ次だ。しげさんは行くぜ。ちょっと戻っとこうか、この辺に。多分来るからね。集結してますから、すでにね。集結の時間もったいないぐらいなんで。たまたま、もう援護は出ないか。包囲するぞ。いいぞ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 。あ、ここ B じゃねえかよ。ダメダメ。ねえ、やっぱ来るんだよな。敵が我が領内に向かっております。何日かかるこれ。あ、早いな意外と。これだと間に合うか。ちょっと待って。これはもう本当負ける可能性が高いな。まあ行ってみようか、これで。これ自分のせいですけどね。ピュッてね、ここ集結してしまいたいぐらいですよ。
ちょっと1回で滅ぼしきるのはちょっと難しかったか。力の差、お見せしましょう。これも不利に見えますけど、まあ陣があるんでね。雨がね、降らなければもっと楽勝でしたね。勝ちを重ねて、天下を目指す。また来られたらさすがに勝てないな。来ますか。さすがにノブさんも怒ってますよね。安土を取られましたから。いいよ。こっち大丈夫かな。お任せください。まあ、お任せよ。お任せくだされ。まあ、なんとかしましょうか。勝ったかな。これで押し切ってほしい。もう949にしかない。みんな見事な戦であったな。また来るかなこれ。容赦はせぬぞ。あー、めんどくさい。とんでもね。みんな見事な戦であったな。これ どうなるかね。来る？あ、来ないか。あ、ちょっと待って、こっちも危ないんですよ。先月の収支です。ああ、誰もいない。これやばくない。この辺攻められたらもう一巻の終わりですよね。優しいですよね、ノブさんは。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。あ、待った。帰ろ。戻るぞ。新事業一回委任しましょうか。あの、動かすの少しめんどくさいんですよね。どこ行けば面白いかな。本当はね、この辺とか行きたいんですよね。ただやっぱ武将が少ないんで、まあ、この辺にしましょうか。進め。さあ行こうぜ。ちょっとここ負けるかもしれないからね。負けたらどうしようか。仕方ねえ、待つか。え、誰が待ったの。ああ、磯野さんね。磯野さんが怖い怖い小田さんを迎え撃つと。そう、待てよ。いやー、さすがにこれきついんじゃねえかな。あの、予想通り防衛がきついですね。これ勝ったらこうはしようかな。この力見せてやるぜ。あー、これ全軍突撃の可能性非常に高いですね。我が力お見せしよう。この力でも取りでいきましょう。
おおおおお、あー鳥なくなっちゃったな。怖いよ。あああ、まずいまずいまずい。放て！引くぞ。よし、雨降ってるぞ。よし、行こう。これ勝ったんだ。すげえな。よしよしよし。あーよかった。あーよかった。だいぶ上達してしまったな。いいぞ。いいぞいいぞ。勝ち戦だ。宴の下だ。相当危なかったですね、これ。今回あの向こうからコアを引き出しましょうか。なんで勝てねえんだって感じですね、ノブさんからしたらね。行くぜ、ついてこい。壊してこねえから。我が部の前に敵はおらぬ。すまねえな。ちょっと父さんは不本意ですが、え、父ちゃん死んじゃったのか。そうか。行きます。殺さなくていいんだけどね。討ち死にが多いですね。壊したいな。壊してくんねえかな。逃さ死ねえぜ。11日後。まあさすがに集結地は狙えないな。敵が我が領内に向かっております。ん？ちょっと待って。行くぜ！行くぜ！さすがにきついな。戻ろうか。進め！いやー、向こうに講和させたいんだけどね。張さんが講和してくれないからね。予測されたことなんですけどね、かしこまりました。前回調子こいて安土城取っちゃったんで、やっぱりきつくなっちゃいました、展開的にね。あ、壊れちゃったかな。落とすんじゃね。かしこまりました。集結中を狙いましょうね。誰が来てんの。あ、この二人が遅いのか。ああ。面白くねえな。あ、ちょっと待って待って。あ、こっち忘れてたな。あ、やばい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 。あ、これちょっと厳しいな。鉄砲持ってないんですよね。我にお任せくだされ。やりたい。お、勝った勝った。おお、すごいすごい。池田さん、ありがとう。覚悟なき者に負けはせぬ。ちょっと問題はノブさんの方ですよね。
かたじけない。ねえ、こうはしてくれないですからね。ちょっと待ってね。35日、2日。あ、亀山に来るってか。頭いいですね。敵も頭いいな。集結が遅いから、集結の早い部隊で磯野さんを止めようということですね。やってやろうじゃねえか。出陣だ。すげえいっぱい来んの。すごいね、もう。最高。お、磯野さん。報告します。動けなくて困ってるな。表情を始めようか。こうしてくれないんでね、調査がね、やっぱりこうはしましょうか。ちょっと嬉しくないですけどね。こうしてくれ。ちょっと磯野さんが動けない。やってやろうじゃねえか。じゃあ長篠城行こっか。2600対2600なら勝てるかもしれないしな。しょうがないな。相当に腹立たしいけど仕方がない。戻るとするか。ちょっと調査ダメだ。もう行くしかねえな。じゃあ長さん、じゃあ滅んでくれ。いざ参ろうか。後に続け。こんなに講和しないの初めてですけどね。我が部の前に敵はおらぬ。行きます。ものが来たようです。いや、もうここはさすがにもう やりきってしまいましょう。講和したい時にしてくれなかったですからね。死ねぬのでな。かたじけない。佐野部さんが来る前に行くんだ。出陣しよう。はい、今度上杉さんですか。拒否っときましょうね。包囲しろ。我が部の前に敵はおらぬ。かたじけない。帰ろ。皆の者、勝ち時をあげよう。かたじけない。勝ち戦だ。勝ち時をあげよう。いやー長かったな。いやー長い。いやー、いらっしゃい。戻るぞ。いやー、すげー長かった。これで、ね、いけるでしょうね。報告いたします。だいぶ戦争が長引いたのでちょっとおとなしくしてましょうね。さあ、下準備できましたね。次回いよいよクライマックスに向けて大胆な進行していきたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。またよろしくお願いします。じゃあねー。